父親に子育て参加の機会を増やしてもらいたいと札幌市がイベントを開きました。ベビーパパフェスは札幌市が行っている父親の子育て推進事業サツパパが開いた初めてのイベントです。今日は44組の親子が参加し、絵本の読み聞かせのほか、ハイハイで競うレースなどを楽しんでいました。楽しいです来月からは市内各区で父親向けの子育て講座も開催される予定です。